さあごめん、ちょっと閉じてもらう。あ、ごめん、あ、リュウシュ、ごめん、閉じてもらう。よし、やるか。平日お願いします。ありがとうございます。はい、行きます。どういうことですか。さっき言っただろうが、もう一回言ってみろ、これ。本当に親父が言ったんですか。本当だよ。何とでも言ってくださいよ。おお、言うね。あれさんにあそこまでボロクソ言われて、それでも背中食ったよな。見事。言いたいのはそれだけですか。あ、言ったと思います。はいはいはい。バーカだってことを覚えたい。このリメイクを。あ、そうそう、それ今もっとなんか大変でいいよ。タイトル、タイトル。篠原、言いたいのはそれだけで伝わらない。ギューンと。ああ、そうそう、なんかもっと絞っていいよ、絶対。なんか、あ、一応だから、こうなんつうの、言われたことに対する圧はちゃんと受けてたいかも。うん、はい、はい、もう一回やってみましょうか。はい、これ2回返したら終わりって思ってなきゃいけないな。どうぞ。いいな。お茶目だよね、辻はね。真面目だしね。真面目、すっごい真面目。みんな見てますね。これをね、若手つぶしっていう。小島のリアクションが、あの前に出るリアクションじゃなくて、はいはいっていう。小島はどうやったらモテんだろうね。よすごいね。よくそこ返しにつくと思うダメだ。どんなにその時ゼニが。ちょっと何喋らなくなった。初めから天国で言いたいって言ったらどうしたらいいんだろうな。それしっかり考えたら。あまりやすい。目の前の藤が初めから。さっきの話じゃなかった。言ってるの？信じましたらしいなじゃないですよ。今言われてる感じからはちょっとなんか半分すぎる感じはある。じゃあ立って。いいのよ。来たばっかし君あれ。あれ気が引けるけど。もうもうもう。地球ってどうなんすね。あるさそう。そっか。どうせまたすぐ連絡来て貸してくれって。ちゃんと内手は脱ぎ、外手は履くっていうのが。相手方ずいぶん恐縮してましたよ。そうか。いやでも俺もしかしたらあれはああいうので始発なんかもなって思っちゃいましたね。どう？いや、なんていうんですか、肩寄せ合って、あの神田川みたいな。三つ子の魂なんとかっていう通り、匂いは取れない。一回貧乏同士が集まったらすぐ分かる。はい、OK です。OK です。ちゃんとここに電かけますわ。たぶん、なんかテンションが上がるのが不自然な感じ。なんか体と全然一致してないから、やっぱセリフセリフで上がるなと思って。なんか考えたんだろうなと思って。なんか、なんか、書いてるときになんかこうできてたものが、多分なんかこう、違いよくなっちゃったの。ふふになるときがあるから、なんかちょっとそんな感じだなと思ったから。ちょっと考えます。ここは、また。ちょっとや、だ同じセリフを喋らせる、ちょっと同じようなセリフを喋らせるんですよ。言い回しを変えたりとか、なんか会話形式にしたりとか、なんか一方的にドンって喋るっていうのがなんか全然説得力がねえなって感じがしたので、ちょっとそこをやり方を考えますからです。うん、なんでちょっと申し訳ない。私がすっさら。よろしく。はい、もうここまで見ましょう。ここも桐島さんと。15ページです。お願いします。
ああ、いった。